アラバマアカハラガメは、ヌマガメかクルターガメ属に分類されるカメ。アメリカ合衆国固有種種小名、アラバメンシスは、アラバマ産のノイで、和名や英名と同義。最大高長33センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは、最大高長約30センチメートル。背後は、ドーム状に盛り上がり、上から見ると、幅広い卵型。 甲板には細かいシワで覆われる。第2から4、C 甲板は盛り上がる。廃坑の色彩は暗黄色や黒で、あばら甲板や円甲板には、黄色やオレンジ色の横縞が入る。復興の色彩は、赤頭色で、不明瞭な暗色斑が入る個体もいる。頭部は中型。上顎の先端がへこみ、その両脇が、牙状に突出する。頭部や頸部。 四肢の色彩は暗黄色で、黄色い縦縞が入る。頭頂部に矢尻状の半門が入り、小中線状に入った縦縞とつながり矢印状になる。頭部の正中線両脇に入る縦縞は、側頭部の縦縞と平行で、縦縞の端は目より前方にある。喉に入る縦縞は細く、喉後部の正中線付近に入る縦縞は、 頭部の幅の7%以上かつ9%未満。溶体は、復興の色彩が赤やオレンジ色などで、橋や甲板の一部、継ぎ目に沿って暗色藩が入る。水生植物の繁茂する河川、沼、湿地などに生息し、クーターガメ属内では唯一主な生息地に、奇水器が含まれる。中高生で、日光浴を好む。は、 植物食で、主に、コカナダモを食べるが、他の水生植物や、藻類などを食べる。繁殖形態は乱生。5から7月に1回に3から9個の卵を年に、数回に分けて産む。生息地では、卵も含めて、食用とされることもある。開発による、生息地の破壊、水質汚染、交通事故。 食用やペット用及び動物園などでの飼育用の乱獲、人為的に移入された豚や赤ヒアリなどによる卵の捕食、環境の変化による卵や、幼体の点滴による捕食率の増加などにより、生息数は激減している。アラバマ州及びアメリカ合衆国では、法的に保護の対象とされ、 学術目的を除いた飼育や流通が規制されているが密漁されることもある。生息地を自然公園や保護区に指定したり、密漁を防止するためボランティアが巡回を行うなどの保護対策が進められている。ペットとして飼育されることもあった。アメリカが州国で法的に保護されているため、保護される以前に流通した可能性はあるものの、日本では、 近年の確実な輸入例はない。北赤原亀が本種の名前で流通したこともある。飼育下では魚類やミミズ、魚類用の人工飼料を食べた例がある。ありがとうございます。